体制建設株式会社は日本の大手総合建設会社であるスーパーゼネコン5社の一角戦前の大倉財閥の流れを組むが現在スーパーゼネコンでは唯一の非同族会社であり社員が会社を買い取ったという背景から社員の会社であるという雰囲気が強いと言われてるまた現場に与えられる権限が比較的強いと言われる1946年に 現在の社名に改名したが、創業者、大倉木八郎の改名、大聖院伝令本庁前各大古児にちなむ。社名に、建設という言葉を採用したのは、同社が最初で、その後同業他社を中心に採用が始まった。超高層ビルやスタジアム、ダム、橋、トンネル、地下鉄などの大規模な建築土木工事を得意としているが、一般向け住宅。 パルコンも手掛けるなど、住宅事業にも進出し、高機能性の住宅として、注目を浴びている、海外受注拡大に注力し、技術力とグループ力に強みを持つ。特に近年、アラブ市長国連邦において、大規模な総水管建設をはじめ、積極的な事業展開を進めている。ガツからも見えるヤシの木型人工島で、世界的に注目されている。 パームアイランドの海底トンネル工事においては、斬新な提案が評価され、欧米の競合を退りけて、受注に至り、このプロジェクトにおける環境対策は、地元の新聞にも大きく紹介された。ボスポラス海峡横断鉄道トンネルは、ヨーロッパとアジアを結ぶ鉄道をトンネルとして100年も前から計画され、トルコ人が待ち望んでいた国家プロジェクトを完遂させた。 環境対策として三宅島の大量の古村機の単価も行い、特に土壌浄化では国内トップクラスの実績を誇る水保銀光景。1992年頃から現在まで広告やコマーシャルで地図に残る仕事というキャッチコピーを使用している日本土木会社の揃いの発表を着た職人たち。シカゴ万国博覧会の日本館、鳳王伝を作った。 国立競技場大島エコミューゼタウン海底トンネル建設中のパーム島関東橋国内海外体制建設はアニメーション CM を中心に積極的に企業広告を行っている2011年度よりコミックスウェーブフィルム制作のアニメーションによる企業イメージ CM が放映されている CM は概ね1年ごとに差し替えられているが2015年頃からは かね度の CM の再放送も行っている。ラジオ CM、スバル天問題や国立競技場といった有名な試行実績建造物等をナレーターが読み上げるという構成となっている。将棋2020年により将棋の女流棋戦の一つである精霊戦の主催を務め、棋戦名称も大成建設廃精霊戦となる。大成建設では関連会社の体制レックと共に いくつか集合住宅タイプの住宅団地の開発を手掛けている。建設事業不動産、開発事業ホテル事業その他事業海外現地法人、ありがとうございます。